こんにちは、亀のパブロの飼い主です。今日のテーマは亀飼育の必需品ヒーターについて初心に戻ってしっかり調べてみたっていう動画です。ヒーターはアクアリウムや亀飼育には必須のものですよね。私も今までなんとなく使ってきたんですが、ここで一回しっかり調べておこうと思って動画にすることにしました。っていうのも私今朝すごい夢見まして、水槽を空抱きしてパブロが死んじゃうっていう夢だったんですよ。いやもうこれはちゃんとおさらいするしかないでしょう。いつやるの？今でしょうっていうことでちょっと古いけどやっていこうと思います。今回は、5W1H 英語のの5項目で進めていこうかと思います。調べてみて今朝の夢は予知夢だったかもしれないとちょっとゾッとしましたんで、ぜひ皆さんと一緒におさらいしていきたいと思います。ではまず What 何をですね、ヒーターとは何か、水温を一定に保つための器具です。で、まあ、これだけじゃつまんないので、どんなものがあるかってことを調べてみました。で、大きく分けて3つあるんですよね。で、温度固定のものと温度変動のものと、あとサーモスタットとヒーターが別々になっているタイプ、この3種類がありました。温度固定のものは亀用はだいたい26度から28度ぐらいの水温に、まあ、一定に調整するっていう、あのサーモスタットとヒーターが一体化したものですね。だいたい1000円から2000円程度で売ってます。で、温度変動ものっていうのは15度から32度くらいまでをこう細かく調整して、まあ、今はこういう、例えば亀の調子が悪いから今日は30度の水温にしておこうとかって言ったら、もうずっと30度で安定させてくれるっていう機能があるものですね。やっぱりちょっとこれお高くて3000円以上します。それからサーモスタットとヒーターが別々になっているタイプというのは、まあ、先ほど紹介した2つ、温度固定と温度変動は、サーモスタットとヒーターが一体型なんですけど、まあ、サーモスタットの方が長く持つので、ヒーターの方が取り替え頻度が早いので、まあ、そういう意味では別々にしておいた方が、まあ、経済的だし、あとパワーも強いのかな。100ワットからしかないようですね、この別々になっているタイプは。なので水量が多い水槽向けだったり、あとは亀じゃなくてお魚向けなのかななんて思ったりもしました。100ワットのヒーターだと40リットルの水槽で使うのが目安のようなので、まあ、60センチ水槽ぐらいから検討し始めるという感じでしょうか。まあ、パブロは60センチはちょっとオーバースペックだから、まあ、これは私はあんまり関係ないなと思っていて、私はまあメイン使いは温度固定のもので、変動温度のものは、まあ、今後ちょっと病気しちゃったりとかしたら考えようかなと思いますね。じゃあ次は「Who」、誰がに行きましょうか。まあ、これは簡単、水亀全般です。 Why、 なぜ。亀は変温動物のため、温度が下がると、まあ、餌を食べなくなっちゃうので、健康維持のためっていう感じですかね。まあ、冬眠させるっていう手もありますけど、冬眠とっても難しいので、まあ、それには手を出さないことにしています。でミシシッピニューガメは ほとんど冬眠をしないっていうふうに、パブロを買った時の爬虫類屋のおじさんは言っていたんですよね。でその時に聞いたのは、ヒーターなくてもいいよっていうことだったので、一度、ヒーター全くなしで1年過ごさせたことがあるんですが、まあ、冬は暖房の効いた暖かい部屋にいるので食欲は減りましたけど、時々は食べてたって感じで、まあ大丈夫でしたけど、でもやっぱり今のこの健康状態の良さを見ると、またやろうとはちょっと思えないですね。次は When です。いつ、いつヒーター使うかって言ったら、寒くなってきたらですね。亀の一番適温が25度から27度くらいということなので、水温が23度切ってきたくらいから、まあ、様子を見始めて、20度切ったぐらいにはもう使ってるっていう感じでしょうか。まあ、この辺りの温度はそれぞれに考え方があると思うんですが、私は秋物に衣替えしたあたりでヒーター導入してます。次はウェア、どこでですね。まあ、水槽内一択ですね。どの大きさの水槽にどれぐらいのワット数のヒーターがいいかっていうのは、チャームの商品紹介のところにうまくまとまってました。まあ、これを見ると今の容器だと50ワットかなってとこですが、でこれを間違っちゃうと、まあ、空抱きの危険性もあるということで、この空抱きについてなんですが、ここからが本題です。
東日本大震災の時に地震で水槽が壊れたりして、水槽ヒーターが空だき状態になってしまって火災が発生した例というのがいくつもあったそうです。これは阪神の神戸の地震の時もそうだったそうですけど、それで2016年頃からいろいろ安全策が厳しくなったとのことでした。で、空だきってよく聞くけど、そもそもどんなことなのって思った人、はい、私です。いや、なんとなく、まあ、空で耐えちゃうんだなっていうのは分かっていたんですが、今回ちゃんと調べました。言葉の通り、空気中でヒーターを緩和してしまうことです。で、安全規制が厳しくなってからは、空気中でのヒーターの表面温度は400度までっていうことになったそうなんですが、それまでは700度とかになるヒーターもあったそうなんです。で、400度だと空だきになってもそばにある紙に自然発火しないっていう温度らしいので、それでまあそこが境界線らしいんですが、それでもなかなかな温度ですよね。で、火災が起きたケースというのは、水替え中にコンセントにつないだままのヒーターをぶら下げていたら衣装ケースに当たっていって発火したとか、あとは水が蒸発してヒーターが空気中に出てきてしまって発火したとか、まあ、そんな例が東京消防庁のウェブサイトに紹介されていました。で、他にもいろいろネット漁ってたら、何もしないのに突然ヒーターから出火したっていう書き込みがあって、テトラがその焦げたフローリング弁償してくれますかねっていうような書き込みを見かけたりしたんですが、今でも年に数例は水素ヒーターによる火災っていうのは起きてるんだそうです。で、空だきによらないものも火災として起きているというデータが残っていました。まあ、だから安全策として温度ヒューズというのがヒーターには装備されていて、高温になると安全のために通電しないようになります。そして一度この防衛機能が働くと、もう二度と通電しなくなるということなので、まあ、壊れちゃうってことですね。私はこうなったことはないんですが、でも安いヒーターは壊れてなくても2年に1回は買い替え推奨っていうことでした。で、安全な使い方としては、3点ありました。プラスチックや発泡スチロールの容器では発火の危険性があるから使わない。それから水から出すときはコンセントを抜いて15分ぐらい経ってから、水から出す。そして空気中では通電させない。この3点だそうです。で、プラスチック NG なの？で、ここでギョッとしました。パブロは今タートルバスという製品を使ってまして、ですね、これよく調べたら、ポリプロピレン製でした。ポリプロピレンはプラスチックの中では耐熱性が高くて、100度から140度の耐熱温度があるんだそうです。だからヒーターの熱くなるところが直接触れてないなら大丈夫ではあると思うんですが、やっぱり水槽はガラスがいい、ヒーター使うならガラスがいいということでした。確かに空気中にヒーターが露出してしまって空だきになっているところに、近くに燃えやすいプラスチックがあったと思ったらちょっとゾッとしますね。毎日水替えをしているので蒸発しちゃうってことはないんですが、まあ、よく最近パブロもヒーターの下に潜るのが好きでよく潜っているので、そういう時に押し上げてしまって空だき状態になってしまったら、そしてそばにはポリプロピレン製の水槽、いやー、もう本当に恐ろしいです。これを知っちゃって、もう冬はこのプラ水素は使えないなと思いました。まあ、夏はヒーターいらないし水替え頻度上がるんで、夏はまたこのプラ水素に戻ろうと思いますが、冬はガラス水素にしとこうということで、もう今早速注文して届くの待っているところです。まあ、それと届くまではちょっとこの金だらいで過ごしてもらおうと思います。以前昔これをパブロの水槽代わりにしていた時期もあったりするぐらい、パブロもこのたらいには慣れているので、まあそんなに餌食いにも影響が出ないといいなと思っています。ガラス水槽重いなと思って今まで購入には二の足踏んできたんですが、火災対策には変えられませんね。まあ、でもガラス水槽になったら可愛いパブロちゃんがたくさん取れるので期待しててください。さあ、最後です。 How、 どのように、ヒーターを設置するかということで、設置は、空だき防止で本体が必ず水に沈むようにすることがマストです。
パブロよくこの下に潜るの好きなんでね、頭突っ込んでバタバタしたりとかしてるので、まあ、ヒーターの時期は気持ち水量は多めにしています。ということで、亀飼育の必需品ヒーターについておさらいしてまいりました。いかがでしたでしょうか。特に火災の危険性についてはおさらいしててよかったです。今朝の悪夢を見た時は、干からびてちっちゃくなったパブロの映像が浮かんだ後、パチッと目が覚めまして、思わず叫びました。いや、漫画かドラマかみたいな感じですけど、悪夢で起きて叫んだのってこれが初めてかもしれません。もうそれでもう這うように水槽の前まで行って、水槽に手突っ込んで温度確認して、ああ夢だったとほっとして、でパブロの姿確認しようとしたんですが、まだ夜外も暗くて、夜明け前で暗くて、で目もしょぼしょぼしてて、もう何が何だか全く見えなくて、まあ、そのまま水槽 の横で寝てました。いやー、何事もなかったよかったよ、パブロちゃん夢でよかった。ということで、ヒーターの使い方おさらい編でした。異論反論ツッコミコメント欄でお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイしてくれるかな。あ、バイバーイ。パブロバイバーイ。よし、じゃあ新しい水槽に入りましょうね。